サミアンテロ・ジェルビー、アーティスト名、サム・レイクの意は、フィンランドのライター、俳優。レイクは、レメディエンターテインメントのクリエイティブディレクターであり、人気ゲームシリーズ、マックス・ペインとアラン・ウェイクでの彼の執筆で知られている。レイク・レイクは1995年頃に、ヘルシンキ大学で英文学を学んだ。彼は、レメディエンターテインメントの初期メンバーの一人で、 長年の友人ペトリ・ジェルビレイエトを通じて、コンピュータゲームを紹介された。当時、諸女作、デス・ラリーを開発していたレメディは、ゲーム用のテキストを必要としており、ジェルビレイエトは、レメディの執筆における数少ない知り合いの一人で、あるレイクに協力を依頼した。レイクは、そのオファーを受け入れ、それ以来レメディに残っている。レイクは、マックス・ペインの開発で、 いくつかの役割を果たした。彼はゲームのストーリーと脚本を書き、デザインレベルを支援した。ゲームの予算の関係でレメディは俳優を雇えなかったため、レイクはその他のレメディのプログラマー、アーティスト、スタッフと共に、それらの役割を果たした。レイクは主人公、マックス・ペインのフェイスモデルになり、彼の母親にもゲームの主な敵役にコールホームを演じさせた。 続編のマックス・ペインにザ・フォール・オブ・マックス・ペインは予算の拡大によりレイクは執筆に専念できるようになった。ゲームの脚本は一部の映画脚本の約4倍の長さになった。続編では予算の増加によりチームはグラフィックノベルのカットシーンのモデルとなるプロの俳優を雇うことができ、その後レイクは俳優のティモシー・ギブスと交代した。 しかし、プレイヤーがゲーム中に、テレビの番組を見てみると、アドレスアンノーンのジョン・ミイラや、ローズ・レディースのロード・バランタンと、ママ、最後に、リック・ジャスティスのリック・ジャスティスなど、テレビ番組やビルボードでのマックス・ペインのメーターにおける、様々なキャラクターのモデルであることがわかる。キャラクターを彼の昔の顔に戻すための非公式モッドもある。ゲーム内の様々な場面で登場し、 ゲームキャラクターがよく歌うエンディングテーマ曲、レートグッバイは、レイクの詩は元になっている。本曲は、フィンランドのオルタナティブロックバンドグループ、ポエツ・オブ・ザ・ホールが作曲した。マフィアのボスのビニー・ゴグニッティは、マックス・ペインのゲーム内漫画シリーズの作者である、キャプテン・ベースボール・バット・ボーイは、サミー・ウルターズという名の男であると発言しており、この名前は、サム・レイクの名前遊びである。 2008年に公開された映画マックスペインではサム・レイクも執筆に協力しているが手がけたのは主にキャラクターの背景であった。レイクは数々の賞を受賞した2010年のサイコロジカルアクションスリラーアラン・ウェイクのメインライターであり同作のキャラクターやストーリーは批評家から好意的評価を受けた。レイクは彼自身が架空のゲーム内トークショーに主人公と一緒に ゲストとして仮名を出演している。インタビューが終わるとトークショーの司会はレイクに顔を作るように頼み、レイクは初代マックスペインゲームの悪名高いマックスペインの用紙を真似する。ゲームはまたプレイヤーが読むことができる主人公の小説ザサドンストップの数ページにレイクの以前の作品マックスペインへの言及が含まれている。小説を開くと マックスペインの声を担当したジェームズ・マッカフリーがページの文章を朗読し、問題を抱えたキャラクターの殺された妻と赤ちゃん、そして彼の鎮痛剤の乱用などの以前のゲームへの明確な言及をしている。https www.remadigames.com、investors、shares&shareholders、マシコベック、ウォーストーリーズ、アラン・ウェイク、 エストランスフォーメーションイマージドフロム A2 マンスサウナアルステヒニカ2020年5月14日閲覧ニオゲイマービハインドザシーンズマックスペイン YouTube2020 年1月6日閲覧ゲームスポートレメディートークスマックスペイン 1&2YouTube2020 年1月6日閲覧マックス、エスペイン イグン、二千八年十二月二十二日閲覧。ザ・メイキング・オブ・マック・スペイン。エッジ、二千八年十二月二十二日閲覧。ゲームスポット、ビデオゲームズ・ PC ・ x b o x 三百六十 p s 三 WeePS、PDS、PS2、プレイステーション2、ゲームキューブ・ GBA、プレイステーション3、ザ・ストーリー・ベハインド・レート・グッバイ、ザ・ソング・ザット・ディファインド・マック・スペインに。 PC ゲーマー、2020年6月24日、閲覧。マックスペインにザ・フォールオブマックスペイントリビュート IMDb。IMDb、2020年6月24日、閲覧。マックスペイン。IMDb、2020年6月24日、閲覧。スチュアート・アランウェイクライター、サムレイクオンザクリエイティブプロセスパート1。ザガーディアン。 2020年6月24日閲覧。アラン・ウェイク、ハリー・ギャレット・ショーティーザー。YouTube、レメディエンターテイメントおよ。2020年6月24日、閲覧。イースター・エックス・アンド・シークレッツ、アラン・ウェイク・ウィキガイド・イグン。イグン。2020年6月24日閲覧イースターエックスシークレッツアランウェイクウィキガイドイグンイグン2 0 2 0年6月2 4日閲覧ありがとうございます。